熊高さまでは行きたいな。もうちょっと登りますか。値上がりの間、あ、しまった。はぁー、はぁー、あん、はい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 、値上がりの松。へえ、あ、こんな風になってんの。へえ。こう。へえ。こんな風になってるんですね。へえ。うん。電話切ったんですね。なんかいろいろ入れてあんな。いろいろ入れてあんね。へぇー。はい、こっちやっとく。見とると足元やられますね。高根車どっちまであんの？おやだよ。あ、はい。とっとっと。はい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 。おっと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 。少々。どっちだねこれ。そこは？ちょっと一押し。いいかな？いいな。やってたな。はい。すげえな。そっか、そりゃ配達あるんか、こういうところも。あ、そっか。社務所があるのね。ここは玉姫王か。で、奥が海兵国立霊場月日の宮本宮。すごいね。はぁ、やったー。いろいろあるね。これ長谷とかも古いね。なんでそんなに三郎さんばっか並んだの？桂又三郎、福井、地三郎。福井、地三郎。全員サブローだな。上もサブローだ。これさ、かなりサブロー、ここもサブローだ。どんだけサブローさんなんだ。サブローの回でもあったのか。トゥルサブロー、そっちに、トミザブローさん。別にその名前書いてあるよな。すげえな。なんなら、海士もサブローさんだ。これよっぽどサブローさんですね。どっかに北口島サブローって書いてありそう。そんな勢いですね。なんかサブローの会とかあったのかもしれませんね。まあ、後に乗ろうってのはサブローかもしれませんしね。適当なこと言ってな。そりゃ、これ、こっちのカメラ音声入らねえんだったっけ。まあいいや。すご。
うわぁ、まぶしい。うわぁ、すごいなぁ。あぁ、なぁ。おぉ。え、どっち行ったらええの、これ。どっち行きゃええねん、こっちか。すごいなぁ。はっはっは。さあ。しかし何がまずったって。昼から天気食ったから。ニンニク入れちまったからな。マスクの中がニンニク癖。もっと、もっと奥の村の何か。なんかずーっと鳥あんの、ほんとに。すごいな。ああ。車で来れるんや。ああ。コダック。インスタントカメラ。すごい。ああ、すごいとこでやけど、絶対21時指定に時間して入ったとか来たくねえな。さすがに絶対怖いな、こんなとこで真夜中。はあ。これマップでもやる、なんか涼しくなってきたもんな。え？まあ完全に文字の中だもんな。あ、違う違う違う。そうか、標高が。こちらからで言うと右。はいはい。つうか、そっか。普通に標高が高いしな。だいぶ登ったもんな。へぇー。カトリアか。へぇー。カトリアかな。へぇー。だ、先頭の鳥ってほんとすげえな。ほんとにずーっと鳥があるんだな。こんなに、こんなよくもやると思うかった。これで、あ、出た。熊高神宮。